夢かきや あれ? 私... 寝ちゃってた? ここは... そうか、私あの怪人に負けて捕まってしまったのね。 やはり、簡単にはほどけませんね。 早く脱出しないと怪人たちが来てしまう。どうしたら。 誰か来た? おとなしくしてたか? <笑>現れましたね。 デストピアンの怪人、 サバンナ! この私に挑んだことは褒めてやるが、貴様のような雑魚が叶う相手ではなかったな。<笑>
まあ安心しろ。殺しはしないさ。私をどうする気ですか？ここに捕まえた動物たちはプロフェッサーの実験用に捕らえたものだ。実験用？私をさらに強い怪人にするための材料としてな。ひどい。そんな動物たちと一緒にお前も捕まえたんだ。つまりお前も実験材料にしてやるのさ。なんですって。嫌です。諦めな。お前は逃げられんさ。ガオ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 。そんな。ついてないわ。こんなことなら迎えに来てもらうんだったわ。むしろ家から学校まで雨に濡れないように町中に天井でもつけてもらうようにお父様にお願いしようかしら。さすがにそれじゃ町の皆さんが怒るでしょうし。そうだわ、天気の悪い日は学校を休みにするようにすればいいのよ。さっきよりも雨が強くなってきてる。どこかで雨宿りしようかな。あそこで雨宿りして迎えを呼んだ方が良さそうね。
なら。鍵、かかってないの？無用心ね。やっぱり、気のせい、よね。まさか、この中に？にゃんか。